はい、東亜理久整骨院長の吉村です。お願いします。本日はですね、ちょっとまあうちの従業員の先生でですね、結構食事にかなり、まあ、気をつけてる人がいるんで、その話をですね、していただきたいなと思ってですね、お願いしたんですね。まあ食と健康っていうのはめちゃめちゃ関係するんですよね。まあ大きな病気にならないためにもやっぱり日々の食生活は絶対重要ですし、それがまあまあ身近なですね、その皮膚症状とかね、まあそれプラスまあ精神的なもんとかね、まあ、そういうのもやっぱりいろんなありとあらゆることがですね、やっぱり食と健康ってつながってるんですね。だからまあ病院行ってね、薬ばっかり飲んでたらダメだよっていう話で、まあ、それするんだったら、食の方をですね、もう一回見直すのもいいんじゃないかという話でですね、まあ、ちょっと極端な例なところもあるんですけど、まあ、実際そういうふうにしたら症状が良くなったっていうね、実体験のもっとちょっとお話ししていただきたいなと思って、今日お願いしました。それでなんかビーガンを、はい、ね、ビーガンって、まあ、うちの治療院でもビーガンってビーガン先生って呼ばれてるんですけど、ビーガンについてですね、ちょっと話してもらえたらと思うんですけど。はい、わかりました。ビーガンっていうのは肉、魚、乳製品、卵一切取らない人のことを言います。はい、あとなんかそのベジタリアンとの違いっていう。ベジタリアンはちょっと、ベジタリアンの中でもやっぱり出汁とかは許容されている方がいるんですけども、動物性のカツオ出汁とかそういったものも一切取らない、出汁も取らないのをビーガンって言います。なるほど。じゃあまあ植物性のものばっかり。そうですね。で、肉、魚、乳製品と、はい、卵とか食べないし、まあそういう動物性タンパクで、動物性で取った、まあ、出汁も取らないし。そうですね。ですね。はい、まあ、無農薬の玄米食べたり、芋食べたり、野菜食べたり、まあ、果物は、果物は食べます、ね。で、お菓子は、お菓子はもうそういった出汁の入ったもの、かつお出汁入ったものは一切食べない。お菓子、お菓子でも、はい、もちろん白砂糖の入ったお菓子も食べないし。そうですね、控えてます。うん、なるほど。飲み物は、飲み物は今は水、お茶、コーヒーをたまにぐらいですね。まあ、基本的にはまあ水とお茶で、まあ嗜好品としてちょっと、はい、そうですね。で、まあ、そう始めたのは何年ぐらい前で。2、3年ぐらい前です。はい、で、きっかけは、きっかけはそうですね、全身の倦怠感と睡眠障害、起きた後も全然疲れが取れてないっていう症状があったっていうのもありますし、あとは皮膚症状ですね。これがなかなか治らなかったっていうのがきっかけになります。なるほど。皮膚症状は漢方やったり貼りやったりなんかそういうのもやってみたり。そうですね、もうマッサージやったり、あとはまあ食事療法もいろいろやったんですけど、なかなかしっくりくるのがなかったですね。なるほど。はい、まあそれやってみて実際効果はもう全然違いますね。皮膚症状はほとんどないですし、倦怠感はもう一切ないので、うん、朝目がパッチリ覚めて元気に働けますし、うん、そうですね、あとはもうそれぐらいですね。うん、なるほど。まあうちの患者さんでもですね、まあ、皮膚症状に関してはですね、まあ、食事をもう一回こう何ですかね、おさらいして、まあ、白砂糖をね取らない、まあ、卵を取らない、乳製品とかね、まあ、あとは便通がちゃんとしてるかというね、そういうところをまあ見直してみたりですね、まあ、するとすごい良くなる人ってやっぱいるんですよね。まあ皮膚は体のゴミ捨て場って東洋学言ってるんですね。皮膚は体のゴミ捨て場なんで、まあ、変なもん取っちゃうとですね、その浄化能力が低い方っていうのは排泄できずに皮膚からこう出てくるわけなんですよね。その出てきたやつをまたね、皮膚科に行ってステロイド塗るなんかはですね、まあもう幼稚極まりないね、もう幼稚極まりないというか、まあね、皮膚は体のゴミ捨て場でせっかく出してんのにそれをこうやって閉じ込めちゃうっていうのはね、後で倍返しで来るわけですよ、ね、よくステロイド塗ったらね、その後悪化する人って聞きますよね。聞きます ね、うん、だからその、まあ、そもそもまあ彼の場合は、まあ、そういったものにつながるものを全部やめたんですよね。そうするとまあ体の中にその毒がなくなるから、体のまあ五臓六腑としても毒をその解毒する必要も なくなるから体も元気になるし、まあ、睡眠も良くなるし、まあ、やる気も出てきて、まあ皮膚症状も出ないっていうね、まあ、こういった感じにまあ彼の場合はなってるということなんですよね。まあ、私はさすがにそこまではねもちろんやってないんですが、まあ YouTube でね、まあ、紹介していることをまあメインにしてやってますね。これね、実際ちょっと本当の話なんですけどね、まあ、たまたまちょっと患者さんからですね、とある有名なとこからお菓子もらって、今ね白砂糖とかで入ってるよね、ちょっとだけ
うまそうやなと思って今パクパクってね2つ食べたんですよ。30分ぐらい前に。なんかちょっと痒いんですよね。で私も普段あの自分ではもうお菓子買うのやめてるんですよ、基本的には。ですごい久しぶりにああいうの食べてなんかね痒いんですよね。やっぱそれぐらい普段から取ってないことが長いほどやっぱ出やすくなる、ね、出やすくなります、はい、僕もそうでした。で普段から食べてる人はそうならないけど、まあ、やめてる期間が長いほどなんかやっぱり結構、はい、出ますね。いや僕も今ねそんな話しててちょっとびっくりして、これそうかなと、絶対そうですよ石丸さんみたいな話で、まあ、してたっていうことなんですけどね。ちょっとその他何か言いたいことありますかね。その他、あ、そうですね、やっぱりもう心も前向きにやっていこうっていう気持ちになれたのがやっぱり一番大きかったと思います。いいようにして、そうです、やっぱりこの症状、倦怠感とか睡眠障害、皮膚症状が消えたことによって心も前向きになれたっていうのが大きかったと思います。なんか一般的になんか肉魚とかなんかそのいっぱいしっかりグワーって食べないとスタミナのもとと思うやんか、はい、でも実際はまあ腹八分目医者いらずとか、あとはそういうあの肉魚食べない大丈夫って元気出んのと思われがちだけど、はい、実際はどんな、はい、実際はより健康でもっと馬力が上がるようなイメージを僕は持っています。まあ、持久力とか上がるんだよね。上がります、はい。1日今2食、今1日2食です。そうだね、朝食べないで、はい、昼夜やばね。あ、そうですね。まあ本当にあの一切食べないんで、あの忘年会とかでも何にも食べるもんがないっていうね、普通の居酒屋とかってないじゃないですか、なかなかね。だからまあ本当に、まあ、制限されたものしか食べないし、うちの治療院で毎日あの味噌汁作ってるんですが、まあ、我々はちょっと鶏肉なんかもね、入れて、食べてたんですけど、まあ、彼が来てからは彼専用の鍋を買って、そちらで、まあ、その肉とかあの動物性タンパクが入ってないもんだけで、毎日やってるって感じで、まあ、さらにこうストイックな私はちょっとそこまでねやってないんですが、ね、私もそのうちあのその悟りの道をあの後ろから行きますのでよろしくお願いします。お願いします、はい。じゃあ本日はまあそのね、食と健康ね、実際の症状がまあね消えるというね、その例をお話ししました。まあ、皮膚症状なんか特にね、やっぱり食べ物っていうのは絶対に関係するよね。はい、そうです。最強やわね、はい、もうね。だから皮膚科に行かれてるような人はやっぱり食をね、もう一回改めることが最重要項目だと思いますね。まあ、あとはその便秘する人ですよね。やっぱり便秘をしちゃうっていうことは、まあ、お風呂で言ったらこう線を抜けない状態なんで毒がどんどん溜まっていくじゃないですか。そうするとまあ皮膚は体のゴミ捨て場なんでこう出やすくなるんで、やっぱり便通が悪い人はまず便秘の改善なんですね。でこの便秘の改善もまたなんかその西洋医学的なですね、まあ、マグネシウムでしたっけ、まあ、ああいうのだとまたそれが石油からできてるようなもんだったらそれがまた体を汚すんですよね。ですのでそういうのだったら、まあ、ハブ茶とかね、センブリとかセンナ茶とか、まあ、そういうお茶で出すか、あとは漢方とかで出したり、まあ、針灸治療とかで、まあ、便通を整えてっていうのがやっぱり重要だと思いますね。で便通を整えた後に、まあ、変なものを食べないっていうことですよね。先ほどの乳製品とか、まあ、本当皮膚症状で困ってる人は絶対やめた方がいいですね。あの乳製品と、まあ、肉魚もね、まあ、控えた方がいいよね、本当にね。だからその一回食べないようにしてみて、食べてみたらどうなるかってこう検証したらいいよね。そういうのもあるよね、はい。で本日はそのようなちょっと貴重なね話を聞きました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。